ベントザオリック回復してる。イベントポ、イベントホイミかな。とりあえずちょっといろんな人と話していきまーす。え、あ、覚えてる。早くお逃げなさい。早くお逃げなさい。狙われてんの？嫌な予感しかしないっす。俺も志願するぞ。こんなことされて黙ってるのは男じゃねえ。どうしたどうした。なんか怪しいな、うん、結局王国軍の自演だったわけでしょ。そうだね。これ怪しいな。いらっしゃカムイ、どうしてここにいるんだい。ナナミちゃんを連れて早く逃げた方がいいぞ。いやいや、早く逃げた方がいいぞって言いながらも止まることを進めてくるな。ナナミちゃん、ナナミちゃん道場の娘だからね、強いと思うんだよな。どうかな。確かに。何道場なの？空手かな。剣道かな。寝技の道場か。柔道？ここはやばいんだ。やべんだここ。早く行った方が良さそうだ。ルカが来るんだな。お、ゲンゲン。ゲンゲン。昔話を集めてるんです。昔の英雄がいるって聞いてきたんですが、誰に聞いても何も教えてくれない。ほう。なんだなんだ。ゲンゲン。ちょっとゲンゲン。ちょっとゲンゲン出れないから。ゲンゲン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 。積んだ。積んだ。ああ、出る。これ押せるの？もしかして。あ、押せんだ。押せる。押せるんだ。へぇ。人押せるの、なかなかないな。なんか押しまくったら怒られるゲームだ。動物の森か。ああ、動物の森は怒られる。ひどい話だよ。ユニコーン少年兵部隊はこの町の誇りだったのに。ねえ。ドビン。ズボン。こっちは、なんだ？気持ちはわかるが、ここは近づいちゃいけない場所なんだ。気持ちはわかるの？でも王国軍がこっちにいるっぽいな。王国軍兵士だから。ヘロー、姉さん。アトレイドって上位だよな。上位アトレイドだっけ？だったと思う。敵のスパイをやってた。おい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 。俺俺。うわー。なんだもう。いろんな噂が飛び交ってんな。同盟の卑怯な攻撃にあっても一歩もひるまなかった。うわー、いやーだねー、情報が操作されてるよ。死んじゃったんだよ、残念ながら。これはちょっと故郷もちょっとあまり何何逃げろ、もう逃げた。It's automatic だとは。だけど俺は2階を捜索する。おらおら、なんかなんかよこせ。穏やかじゃねえなこれ。ですなあ。サイドボード、何も調べてもなさそうだな、このゲームちゃんは。ちゃんと宝箱に入っている感じなのかな。お前は何怒る？あれで、あんたは玄格さんちのだけ。あぶね、ジジイのベッドに入っちゃった。カレー臭が映るわ。危なくねえだろ別に。おお？棚、戸棚、類地図、花瓶。何もないんかな。ちょっと壊れている。蓋も開かないたる。何もなさそうだな。何もねえな。
探しても意味ねえのかな。意味なさそうだな。一応でもなんか出るのは出る。出るのは出る。ずれるんだよな。ずるってずるってなるんだよな。誰もいないな。医学書サイドバード旅の電気。お兄さん鼻の飾られたサイドテープ。いろいろあるにはあるんだけどな。感じはカムイさん目が見えない。盲目やトラン共和国に偉いお医者さんがいると。せやで。女の子か。女の子髪長いか。トラン共和国後々行くのかな。焼けたオケ、日に焼けてないタル。また戦争になるんですかね。みんな生きり立ってるし、指導名のしたことは許せないけど、でも戦いは嫌だな。は道具やリンゴの入ったタル、売り物のオケ、背の高い草、ちょっと虫がついてる。いろいろ。おやべ、通報だ。やべやべやべ。トリぼっちのたる。そういうの いろいろ言ってくるね。言ってくるね。おざなりにはできねえのか。ここで隠れてた方がいいんじゃない。大丈夫。みんなに言いふらされるぞ。なあ、帰るか。こっちが、西行くか。ちょっと帰宅するか一回。これは？あのさっきちょっと待って、道具屋あった。道具屋入ってない。お、まずはこれなんか不用意にイベントが進みそうで怖いな。ああ、尋ね物ですかやはり。マジで楽しい小説。あんまり進まなそうか。ぐちゃぐちゃやっても。でもいろんな人に話しては。まあね、話は聞いた方がいいんじゃないの。おいお前、宿屋と同じこと言ってんじゃないか。売ってくれないこっちは。ほら、早く買い物を済ませて逃げるんだぞ。こうあて。しょぼいな。掘り出し物。ウィングブーツ。プラス14。たかしだな。今なんか袋とか倉庫とかいろいろ書いてあったね。え、嘘？全然見てなかった。なんか持ち物のんか、なんかやったみたい。そう、袋倉庫合計装備袋倉庫合計か。倉庫がどっかにあるんだね。うん、やっぱなんだろ、無限には持てないんだ多分。家帰ろうか。ここは話した。へっカムイ、裏切り者の子供は裏切り者だな。父ちゃんがそう言ってたぜ。こんなところでうろうろしてていいのか。死ね。こっちかな、西の外れって。こっちっぽいな。とりあえずちょっとナナミンに会いてえな。せやな、これくせえな。道場っぽい。ちょっと入るか、とりあえず。おお、道場だ。道場だな。ナナミが大切にしている3つのツボ。渋いご趣味をお持ちですね。お酒入って。清流と、ちょっとこれ持ってけよ。トンファーより強いって。絶対トンファーより強いって。
これはあミネストローネかな。お、うまそうじゃん。おお酢豚だ。やっぱ中華だね。そうだね。お米の入った袋。これどっちがナナミの布団だと思う？俺こっちだと思うんだよね。だって畳まれてるから。ああ。しばらく帰ってこないっていうのに畳んでたんだと思う。しかも花を置いてるからこっちがナナミだと思います。確かに。でも花を置いて死んだと思われてんじゃない？マジで。カムイが。かよみがやべえよ。死んだと思われてる。ここにもあったじゃん。ここは父さんの部屋じゃないかな。義理父の部屋じゃないかな。死んだ。おっと。こういうパターンあんのかよ。たまにあるんだな。まあじゃあおざなりにはできんぞ。なあ。あったな。おざなりにできんの。醤油。大きい。トメイル、ネギ、ネギって英語でなんていうの？ネギ、オニオン、それ玉ねぎや、土鍋、鉄鍋、おやつが隠してある、洗い物用の桶、足を洗うための桶、はあ、足湯だね、足湯だな。ナナミ。おお。カムイ。天真爛漫系だね。ただいま。オフ。おお。爛漫系だね。ねねね。来たよ。やば。よかったよかった。お姉ちゃんとってもとっても心配したんだから。お姉ちゃんなんだね。ランマン系のお姉ちゃんってなんかあんまり多くのイメージ。まあ確かに妹のイメージだよランマン系は。途中で変なもの食べてない？牢屋でクソみたいなもの食べさせられて小麦粉食わされて。都市同盟のスパイがいたって本当？嘘だよ。うわマジかい。我々のことなんだよ。ジョイは無事なの？ねねね。ジョイのこと好きなんかな。好きっすやんな。確かに。じゃあ二人で帰ってきたんだね。音楽がいいね。そう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 。カムイにジョイがスパイなわけないよね。気づいた。ねねねそうだよね。あ、でもこの間ラウド隊長が来てカムイが帰ったら連絡しろって言ってたから逃げようカムイ。早い早い。状況把握能力早いや遅いけどね。遅いけど早いね。カムイが何をしたってこの私だけは味方だからね。いいお姉ちゃんだ。おおえ、落ち？なんこれ壁か。崖か。崖じゃない、壁か。俺も落ちるかと。地割れみたいになってんのかと思った。あとついたよ。あとついたよ。あ、お父さんへの、おじいちゃんか。おじいちゃんへの、うん。さよなら。ご挨拶に。さよなら。与える日まで、はい、よし行こう。ナナミもパーティーに入る ね、 入るね。レベル5からのスタート。花コン、花コンって何？お姉ちゃんが入りましたね。46か体力。お、風の羽飾りつけて。うわーいじれねー。また離脱するやつや。いじれ、上位はいじれたの？いじれない。上位どこ行ったんだっけ？上位家帰った。あ、家帰ったのか。器具基本いじれねえのか。味方一体を全回復できる雫札マント、手袋、スネアテ、ライチしとくか。うん、うーん、
袋ブーツどうしようかな。そんな防御力上げなくていいか。それならなんか怒りの一撃札確かに使えそうだよね。でもこれ100でさ、あまりに長く持ってったらさ、いつの間にかもう通常攻撃が100超えるとかさあるから、まあ先に使っちゃえばいいよ。あんまり渋りすぎるのも良くないよね。嫌な羊羹がするな。行っちゃったか。はいや、はいや、こいつすぐバレバレやん。3連続だな。嘘やばいやばいやば。おとなしくするんだ。ダメ、捕まったりしないもん。カムイ構えて、おお、かっこいい。確かにね、道場のかっこいいな。兄弟攻撃できないの？できんじゃない？ある兄弟攻撃まさに敵一体か。 2倍ダメージ、7秒アンバランス。いや今回は違うな。一体ずつ確実に殺してった方がいいか。とりあえず一回攻撃してみて感じを。結構残るな。アウチアウチ。まあでも HP がそんなに食らわないから敵の攻撃力はない。怒りの札を使うあれでもないから、一体ずつ的確に倒していこう。よし、はい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 。なんかななみちゃんの構えがさ、俺がちょっと立ってる時に膝かゆい時の膝かいてる感じ。そうそう、よくやるよ。背中もかゆそうに見えてこない。確かに。なんだあれは。ななみちゃんは何を使ってるんだ。何使ってるんだあれ。バトン。何やろね。両手、両手棒。両手棒を使ってんの。疲れてる。はあ、はあはあ、自分や。うわー来たよラウディ。うわー早っ。うわーやだ。仕方ないな。やばいな。少々荒っぽいぞ。ちょっとラウディ、あーどうしよう。ラウディ先にやるか。マジで、あ強そうだもん。先にラウディやっとく。死んでモータール。うわこれ負けゲーだな。逃げられねえの。これ強い。ちょっと待って、これ俺死んだら復活するやつ持っちゃってるなぁ。これ札かませ札だったら、負けゲーだったらもったいねえなこれ。身代わりしそう。どうしよう。負けゲーもう分からんけど、負けゲーか単成かだと思うなこれは。あでも19時だもんな。防御してるもん。防御して19。めっちゃかわすで。ゼロ。これやってたらいいんじゃない。どうなん、勝てるのこれ。実はどうなんだろうな。防御姿勢だ。まあやってみるしかないな。うわおいおい。いや俺負けゲーだと思うんだけどなこれ。まあ、ラウドってだってね、隊長だからとても一兵卒がかなう相手ではねえぞ。そうそう。お、出てきた。ワンチャン攻撃してみっか。あれ使えば札。いや、負けゲーと予想してるから。使うな、地蔵。使ったー。ほら、全然効かねえもん。これ負けゲーだな。地蔵が、地蔵がもったいない。もういいよ、好きにせ。お任せするしかないな。うお、魔法意味ある。回復？回復だ。意味ある？
早くやれよ、さっさとやれよ。もう死ぬな次のターンで。さっさとやれよラウディ。いやうざ。回復しててんじゃん。うざ。これワンチャン負けゲーじゃないの？負けゲーにしてはちゃんとやってくるさ。敵。ザ回復とか頑張った方がいいの。だから周りのなんだろうね。やつからやってったら。ラウド。いやでもラウドがな、防御力圧倒的高いしな。ちょっと頑張ろうかなって思ったら来ちゃったよ。ゲニーだろ。ああ。無理だよな。手こずらせるなと言ったはずだ。連れて行け。ドゥドゥドゥーン。いたずらに地蔵を消費してしまったな。ほんまに。ほんまにそれ。うわあ、上位お父さんに感動されんじゃないのこれ。この僕を信用してはくれないんですね。重いな。うわ、顔グラすらないやつが。消えろ。マルセル。マルセル。お前はもはやアトレイド家の人間ではない。安心しろ、モブだ。僕はあなたたちの家族ではないのですか？それともこの身に流れる血が。あら、うわ、アトレイド家じゃないのか。罪に染めてねえよ本物の。だね。さあ来るんだ。なんかこれ王族の息子とかあるよ、うん、よくさよなら兄さん。いやもう兄さんじゃなかったんだ。獣医さん。ちびまる子うざ。母さんは本物の母さんなのかな。かもしれんな。ローザはお前に会いたくないと言っていたよ。絶対嘘やな。嘘やな。うわ重いな。うわ辛いな。辛いな。ちびまる子うぜ。うわ、またここか。牢屋だね、また。ああ。でも3人揃っちゃったよ。優しいな、3人揃えてくれるやつ、ね。揃えてくれる。優しい、優しい。別々にした方がいいよ。うっつ。カムイのナミ、そっちも捕まったのか。うん、頑張ったんだけどな。ナナミが一瞬で死んじゃったわ。実は、カクカクシカシカで。うわ、ラウディが来た。タイテフ。しかしあの煙に飲まれてよく生きていたもんだな。確かにな。なぜ僕たちを都市同盟の奇襲というのは。それにあの男は。すまんなカムイジョイ、あの方アイランド王国の息子ルカブライト様には大きな野望があるのさ。それにな、俺にもちょっとした野望がある。野心家か。王子様なんだねルカブライティは。ルーカ様の野望のために生贄が必要だったんだよ。都市同盟の奇襲によって少年兵で作られた王国の部隊が全滅。この知らせは王国の民の怒りを煽るのに十分だったわけさ、うん、要はその停戦協定を破棄してもう一度戦わせたいんだろうね。はい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 。ローラお嬢ちゃん、都市同盟ってのはひどいやつだと思わないか。そりゃカムイやジョイが都市同盟にって思ったら許せないと思うけど、でもそれは知らなかったから、うん、その通りさ。バレなきゃ嘘も真実になる。ルカ様が目的を話すためには戦乱が必要なんだ。そして俺にも大きな目的がある。こんな田舎の少年兵の隊長じゃなく、もっと金の入る地位という目的がな。そのためにはお前らには憎むべきスパイとして死んでもらわなべら。ルララン。本当のことはちょっと胸にしまったままな。そんなバカなことってないよ。そんなことのために仲間をみんなの命を奪って。すまんな、今の俺にはそれしか言えんよ。さあそろそろ時間だ。うざいな、こんな大人にはなりたくないな。せやねん。面倒な裁判はサービスしといてやるよ。そっちのお嬢ちゃんも日取りが違うとはいずれ同じ運命だ。
畜生だな本当に。こんちきしょうだわ。ただ強かったからなこいつな。うわ早速やマジで。え、シチュー引きずり回しの系ですかい。ジル、これジルブライトじゃないの。違う、ルカブライトの兄弟的な。お姉ちゃんか妹か。妹説あるよ。何の騒ぎですかあれは。何でも都市同盟のスパイが捕まったとかで、これから処刑場へ引き立てられるよ。きちいな処刑は。そいい人じゃないのかジル。ジリー、まだ子供じゃない。処刑なんてひどいよ。何故にスパイなど。バカ無実だ。うわ何もしてないのに。おやめなさい。あ、ほらやっぱ王女様だよね。公女、王女、公女、公女じゃない、公女、公女。では覚えておいてください。僕とカムイはこの国を裏切ってなどはいません。この国が僕らを裏切ったんです。そのことを僕は許さない、決して。なんてことを。貴様誰に向かって言っていると。いいのよ、行かせてあげなさい。どうせあとしばらくの命なのでしょう、そんなにいい人じゃないね。この者たちを話しなさいとか言うやつかとね。お話を聞いてあげましょうみたいな。そうそう、感じではない。ではない。どうせもうすぐ。おいっち、これガチやばくない。おいっち、おいっち。SM プレイじゃねえんだぞこれ。ガチやばいよ。誇り高きハイランド王国軍ユニコーン隊にありながら、いやしい都市同盟に通じ、栄光ある我が軍の難民と泥を塗った二人の処刑を始める。首ではないなこれ。どうなってんだ、どういう処刑だ。ひげえなこれ。何これ、キザ。キザって何これ。キザってなんだ。キザって何。キザ。ザキの反対じゃない。死ねっていう意味じゃない。ああ、そういうこと。ネシって言ってるようなもんじゃない。そういうこと。キザって何。キザって何だ。あ、見てみな夕日だ。あれがお前たちには最後の夕日さ。見してくれよ。ねえ、これやばいんじゃない本当に。まあ俺にとっちゃ何の変哲もない夕日だ。この日うるせえなバック。この日を境に出世街道まっしぐらかと思うと感じるものはあるかな。神様ってのはいるんだな。俺を足がかりにしてトントン拍子に出世して、ゆくゆくはこの絵隊長あたりの地位をつかんで。ん、うお、誰。あ、フリック。かっけー、フリックじゃん。しかもみんなやられてんじゃん周り。上見上げてさっきのデュクシデュクシの声はフリックだったんだ。バカじゃない。周りやられてる間ずっと夕日見てて気づかなかった。アリガフリック、かっこいい。これはかっこいいわ。何個あるよこれ。エクスクラメーションマークすげえや。へっへっへっ、やっと追いついたぜ正義の味方。ただいま参上ってところか。ビクトゥール、あーん。一個なしだぜ。お前たちは俺が捕、お前らは俺が捕まえた捕虜だからな。うわー、かっこいい。逃げ出したのにな、2回も。2回も逃げ出したのに助けてくれんだ。ほんまにボールのやつにも泣きつかれたからな。へえ。あ、逃げた。ラウディ逃げたな。逃げられがちだなこいつら。俺も含めて。これはちょっとな。さすがに助けるでしょ。ちょっとな。あ、これは心強いんじゃない？これは。仲間になる説。厄介ごとに鼻を突っ込む。鼻だっけ、首や。首だよね。ちょっとしか入る気ないわ。2センチぐらいだね。ちょっとだけやろうかみたいな感じだね。20強っ、20、
雷の紋章か。オデッサ持ってる。オデッサプラスだもん。かっけえなこれは。うわついえ、もう俺下がるわ。5200、え、何？あ、びっくりした。 S230 か。5203m。 下がれないな。じゃあちょっと俺が前出るか。うわちょっとビクトールに囲まれた方がいいんじゃないの。いや、ええわ。ちょっとセーブしたいな。よしフリック、ジョイ、カムイ、行くぞ。なんでお前が引っ張るんや。ちょっくら宿屋に寄ってかないかい、兄さんたち。おお一人で頑張ってる。やっぱ3回言うんだな、うん、さてこの5人どういくんでしょうかね。おいストライク。すごい怒ってる。奥義花鳥風月、百花繚乱、流行万歳拳。長いな。ピシッ。お、逃げた。恐れをなしたな。強えなあ、ななあみ。たくましい姉ちゃんだよ。終わっちゃったじゃん。ちょっと。カムイとジョイ、ここで何してるの？処刑場行ったんじゃないの？せやな、一応な。偶然だね。そこ逃げようって言ってもよかったな。さっきの奥義気になるよな。気にしない気にしない。せやな。ナーミも入ったな。配列変えようか。ナーミちょっと弱いから、まあこれでいいか。いいんじゃない。どうしよう。ちょっと一回切るか。オッケー。もう結構取ったけど、じゃあ一回切ります。おいっす。お疲れ様です。